春日神社は、兵庫県丹波笹山市黒岡75にある神社。奈良の春日大社から分霊された。奈良の春日大社の分祠を、祭り、地元では、お春日さんと呼ばれる氏神。能楽学伝で演じられる春の春日能と秋の祭礼の、京都や坂の祇園祭りを模したと言われる四季の御し、華麗な飾り付けを施された九季の山鉾巡行は、 景文化を強く伺わせ、笛や鐘の林を響かせながら、小京都雰囲気の、残るの古い街並みを練り歩く様子は、近代的な街で行われる、本場の京都の祇園祭よりも情緒あるものとして知られる。平安時代初期の876年当時、日置草を領有者であった、藤原元常藤原時平府市により藤原氏の氏神である。 春日大社より分子式老岡村南部の当時は、笹山と呼ばれた現在は、篠山城のある小山に誕生し、祭り氏神としたのが起源とされる。あとの1609年、篠山城追記の際に、現在の地に移された。秋の祭礼に使われる与柱の神霊を移した、金神教は、二期を黒岡村より元禄7年6月に、他の二期は、 安永8年9月篠山町より寄進されたもの。旧代の陳畜山と呼ばれる山鉾は、漢文3年以降に、各町内より寄進されたもので、京都の祇園の山鉾を持し作られており、県乱豪華である。明治後期までは、法王凰、孔雀、鉄女王等の鉾をつけ巡行したが、電線が障害となり、現在は鉾をつけずに巡行される。 また太鼓五教は、文化、文政の頃に、王子山焼の刀工たちが担ぎ始めたのが、始まりと伝えられる。保古山巡行祖鉄山、王法能志野山市教育委員会現地、説明看板。ありがとうございます。